対聞きたいと思います。青木さんの打撃理論、肩甲骨がこうやって下がってないか、いかに甘いところに目付けするかっていうのがすごく大切かもしれない。バッティングって正直言ってその正解ないじゃないですか。いろんな打ち方あるし、いろんな人の感覚があるし、でも青木さんがバッティングでやっぱここはっていう絶対大事にしている部分みたいなのは、もう自分のポイントで捉えるタイミングを合わせて自分のポイントで相手はタイミングを崩そうとするから、はい、それを何とか合わせる。でしっかりとした自分のスイングで自分のポイントで打つことは心がける。今とかって結構いろんな理論っていうかいろんなあるじゃないですか、今だったらなんかちょっとこうフライボール革命とかいろんな言葉が出てる、アッパーキミニとか、ノリさんはこのバット軌道っていうのは自分の思い描く軌道でどういう、基本的にはやっぱりボール前からボールに来るんだから、だからやっぱりそれに対してしっかり入れてあげる。真ん中に行けばラインだし、ちょっと上になればボールだし、ちょっとボールの下だとフライになって思ってる。人それぞれ多分上から入れるか下から入れるかいろいろあると思う。これはもうそのままフラットとか直接こう入れてるようなイメージかな。特にこう上から下からとかっていう、そこは日によって若干上から入れた方がいいなとかそういうのはあるけど、その辺は練習とかで微調整、ピッチャーによっても多少基本は一緒だ。最近言ったら藤川球児さんがまっすぐブワーッて強いじゃないですか、ああいうピッチャーの下ちょっと上からとか、アンダースのピッチャーだったらちょっと下から、やっぱああいう速いピッチャーだとやっぱりどうしてもボールのホップするようなピッチャーだと下に入ってしまう可能性があるから、まあそういうピッチャーはヘッドを立たせたいじゃん。ヘッドを立たせることは意識する。もともとちょっと俺上げてるんだけど、はい、右手と左手の間の、はいはいはい、それをちょっと意識的にちょっとこう上げたり、上から叩くより今ヘッドを立たせる。そう、ヘッドが立たせないとダメ。ヘッドが立たせられるスイングっていう、結局インサイドからバットが出てないとバットのヘッドで立たない。バットのヘッドがやっぱ立つにはやっぱり内側から手が入ってこないとダメ。そうしないと下からバットが出る人とは絶対肘が離れたりする。まあ、そうなるとインサイドからバット出ないじゃん。僕によく教えてくれてたのがインサイドから出すには手の位置を下げろと。上にあるのとかあればあるほど難しくなってくる。そうそうそう。だって肘開いてたら内には持ってこれないじゃん。構えはどうだっていいんだけど、大体まあ肩のラインぐらい。それはまあ個人差で高い。でも多少上の多少下から。いろいろあると思うけど、肩甲骨がこうやって下がってないとダメ。下に下がると肘の位置っていうのは下に下がるわけじゃん、はい、そうなるとバットってインサイドから出しやすい。肩甲骨を下げれば肘の位置が下に行くから、そうなればバットインサイドから出てるんだから、そしたらこう出ようがないです。出ようがないでしょ、はい、だから構えは別にどうだっていいんだけど、必ず手がその位置に降りてこないんだよね。でもこの辺にあるとしたらここまで持ってくる時間が必要だから早めに指導しなきゃいけない、はいはい、ただ構えってさやっぱり大事じゃん。なんかここにあるとなんか気持ち悪いなってあるじゃん、うん、だからその辺は個人差はあると思うけど、基本的に人間の体っていうのはそういう風になってるから、振り始めの位置はだいたいこの辺で、肩のラインかちょっと上か下か、振り始めの時は肩甲骨が落ちて肘がこうインサイドから抜けるようなところが一番、まあ、その肩甲骨の位置を決めてるのは体幹なんだよね。あ、ここだからトレーニングが大事だし、だから繋がっていくんだよね。あと一個僕が思ってたのが、アメリカから日本に帰ってきて、打ったら足がこっちにたまに出るないですか。普通左バッターってみんななんかこんなイメージじゃないですか。ノリさん見てたら足をちょっとこう内側に入れて、こう構えて打った後にこっちにまた足が埋めてきて、でバンって行くみたいな。あれってなんか変えたんですか。前には行きたくなかったね。ピッチャーからこっちだとしたら、こっちには行きたくなった。踏み込んで、まだ打ってる時に前足こうやって行かなきゃいいから止まってりゃいいんですよ、はい、止めた反動でこっち行ってるだけ。僕は実際できなかったんですけど、いろんなバッターの横からの映像を見るんですけど、いいバッターってメジャーもそうですけど、足をみんなこう回せ回せってなくて、こっちになんていうの、こっちに、足がこういう風にずれるバッター、この場で回らないです。関節でもこういう風に入れた方がいいと。こういう風、あ、こうですね。そうこれがこうあるのは良くないですか。良くない。だからその時点でそのまま、このまま押して、そのまま押してとか、バーンと押して、押してたら押してもこれ以上回らないでしょ。はい。で回って、あとでターンしてるだけだ。これでバック振ってるんであるでしょ。はいはい。そのまま右足乗り切って体重で入れて、これで終わりでしょ。はい。やっぱ足回せ回せって回すんですけど、結局
ここでマッサー違いますか。うん、違う。それは絶対にバットがアウトサイドで回ってるように見えるって言った方がいいから、実際回そうとして今の強しみたいな足の動きができればそれはいいんだけど、一応こうじゃないね。打つ時にもう足が回っちゃってるみたいな。それは抜けてるよね。抜けてる、抜けてますね。同点とかもそうじゃん。はい、同点とかもこう来て、この左足がグーンってこっちに、そう、ちゃんと体重移動してるじゃん。はい、左足が右足に変わっていくじゃん。はい、で、前足がそのまま回転するじゃん。すごいよね。バイク打ちたいんだよ、これ。いや、もちろんアメリカの時はあの近く挑戦したんだけど、やっぱちょっと難しかったけど、あれができればメジャーで結果出るのは分かった。ああ、分かってた。あの打ち方ができれば、うん、でも俺はできなかった。それは何なの。いやいや、もう俺、いやもう限界、もう体の強さがもっと欲しかったね。あ、でも限界までは挑戦したから、あ、うん、もう本当にやりきったなって思って帰ってきたから、それはそれでよかったけど。でもアメリカのバッターってもうみんな同じにこう、こう打ったらみんな足がこっちに出たり、ここのバッターは多くないですか、左バッターですか。前に行くようにはならないよね。走り打ちとかっていうのは基本ないから。これをやれとは言わないよ。そういう教えはしない。俺も7球団いたけど、もうそういう教え方をする人はいない。勝手になるんですよ、多分。一つはね、練習の方法の関係あるかもしれない。日本ってサイドトスじゃん。サイドから投げて、それバチンってやるでしょ。僕はオキティだから、オキティだとさ、前行きようがなくない。サイドトスだとさ、ちょっと動くときあるじゃん。これもね、オキティに変えてからあれができるの。走り打ちしたくない人はオキティおすすめ。予備動作なくしても打てるし、まあ、ちょっとね、初めは物足んないかもしれない。置いてこの自分のポイントを変えられるから、インサイドに持っていったり、外に持っていったり、後ろに持っていったり、前に持っていったりあるから、自分の打てないところのポイントが分かる。止まってても打てないとこは何回もこう滑ったりするから。最後に一つだけ、一番野球の質問で多いのが、左対左の時には何を意識するか。基本的にはボールが右肩の方から来るから、こういうラインを描いたらまっすぐとスライダー系のイメージでは出る。あとでもただシュートがあるピッチャーもいるから、基本的にそういうピッチャーはシュートを狙いたかったらシュートを面を返さないとセンター方向にイメージ持っていた方が確率は高い。ただまっすぐとかスライダーとかカーブとかそういうのメインでしょ。だったらまあそういう系を待てばいいわけで、ちゃんと目付けするところを自分で考えてやればいいと思うんだよね。例えばインヤマからちょっと外穴の方にこう来るとかさ。あんまり外に目付けしすぎると、そうもちろんもちろん外に目付けしすぎると次はスライダーボール球手出ちゃうから、うん、やっぱりその外いっぱいを待つとかっていうことはしないよ、うん、やっぱりね。ちょっと開いた方がいいとかっていう人います。俺もどちらかというとそういうタイプね。開いた方が左のボールが見やすいっていうか、はいはい、よく俺両腕で見るっていう、はいはいはい、なんかそういう感覚ある。だからこそインサイドからバット出してヘッドを立たせて打つっていうのがすごく大切だし、はい、基本的にはやっぱりね、際どいとこっていうのはそれは難しいから、うん、甘いところ、インヤマ、真ん中、外甘、まあ、ですよね、いかに甘いところを仕留めるか。そう、絶対そこに来るから。甘いところをどれだけ打つかっていうのはすごく重要。まあプロでもね、甘いところは必ずと言っていいほど来るからね、うん、ボールがこう自分のポイントがここだとしたら、どこを通過するかっていうのが大事よね。ボールが球種によって、うん、はいはい、アメリカとか行くとバッティングコーチで、ね、真ん中待ちしろとかって結構っていうのは、小さい変化とかっていうのは普通に投げるじゃん、はいはい、だから真ん中からベース板を外の方に使うような投球が多いわけ、はい、だからベース板から割れるようなイメージ、真ん中を通過するやつを打てと。むしろ外とかだったらちょっとノースイングしようと、はい、真ん中を待たないとボール球まで手出してしまうから真ん中を待てと。アルトゥーベとかもそれで開眼したんだよ。へ、うん、それまではボール球をすごい振ってたんだって、はいはい、でもアルトゥーベに聞いたんだけど、どういう風にして打撃が向上したのかって、はい、真ん中待ちしてバットインサイドから出すのを意識した。それまでやっぱ外のインサイドも全部いってた。それでもボール球振ってるけど、まあ、でもその意識だけで随分変わったと思うんだよ。ギータも言ってました、うん、真ん中しか打たない。うん、そう、俺聞いたことある。いかに甘いところに目付けするかっていうのはすごく大切かもしれない、はい、バッティングを変えられる人はいいかもしれないけど、あんまりこう変えられない、自分の形はこうですっていう人は真ん中待ちっていうのはありだな。シンプルに真ん中ら辺を見つけしておけば、変なボール球には手出ないじゃん。そうそう、気持ちにもちょっと余裕がありますね。これでもピタピタに決まったらもうしょうがないんだよ。そうそう、しょうがないんだよ、はい、厳しいと思ってパッてこれファウルでもなれば儲けもんだよ、まあ、それぐらいの考えでいいと思うんだよね、はい、
チャンスの時こそもう本当に甘いところに見つけて絶対これ仕留めるんだっていう、うん、だってピッチャーだって苦しいじゃん、はい、ピッチャーの顔見たら大体わかるじゃんお互いやっぱりそういう中で、きつい中でやってて、ここにコントロールってなかなか難しい、はい、そういう風なメンタルの状態の時に自分がどんだけ冷静でいれるかっていうのも大切だし、はい、集中力もすごく大切だと思うね。神回ですもんそうなのこれは多分、本当500万回ぐらい大切だと思うし、お願いします。あと今日、なんでこの新品のバッグを持ってきてくれたんですか。視聴者プレゼント、これをこれ、このシリーズのやつ、すげえ、ちゃんとここに青木って入ってますね。はい、視聴者プレゼントいいですか。いいっすよ。一応、なんかありますか。100万再生、はい、行ったら、視聴者プレゼント。今日は貴重な話をいただいて、皆さん勉強になったと思いますし、ファンの人たちも今日のトークっていうのは、みんなが聞きたかったようなことを僕は聞けたと思うんで、非常にいい回になったと思います。今年、まあ、ノリさん、とりあえずテリーグ連覇、うん、まずここね、200本、首位打者、うん、っていうところを僕かなり期待してます。40歳になる年ですけど、さらにすごくなってんじゃねえかみたいな活躍を僕期待してます。わかりました、頑張ります。今日は本当にお時間取ってもらってありがとうございました。はいはい、でということで今日は青木宣親選手に来てもらいました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。